なんだろう、うどんでしょ、なんだろうね、怖くね、わかった。こんにちは、こんばんは、ボナールチャンネルのマサです。いやです。今回はまあね、サムネとタイトル見たらわかると思うんですけど、いやなんか今日本当に何も聞かされてないんですよ。何やるとかもなんかやばいの、やばいからとりあえず来てって言われて、本当に今日のはびっくりした。でまだ聞いてないですよ、だから何かわかんないですよね。まあまあまあ、僕がつい先日かな、編集してあげたボケて、あああったねの動画の編集中にちょっとんって思った部分があったので、それちょっとぜひ皆さんにもね一緒に見ていただきたいな。え、何何何、ゆうやに本当にまだ見せてないですよ、それは。うん、じゃあちょっと見ていきましょうか。はい、いくよ。ボケて大好きだからな。そう、今本当にご飯食べてて、うどん食べてるから毎日。なんだろう、うどんでしょ、なんだろう、食べてるから毎日。なんだろう、うどんでしょ、なんだろう、怖くね、わかった、香川県民の一、怖くね、え、なんかはぁはぁみたいな。そう、まずね、これ三脚で固定してるから、うん、物とか何もぶつからないはずなの、うん、になのに画面がバンって揺れて、そう、バン揺れてて、しかもそう、え、怖っ、もう一回見る。ボケて大好きだからな。そう、今本当にご飯食べてて、うどん食べてるから毎日。なんだろう、うどんでしょ、てるから毎日。なんだろう、うどんでしょ。俺夜中に編集してて、うわってなったもん。じゃあ今からちょっとスーパースロー編集で、そこの部分だけ超スローにしたものを見ていきます。はい、こんな揺れる、こんな揺れる、ちょっともう一回見てみましょう。もう一回いくよ。ガコってもう明らかにさ、そう、そこの部分だけ切り取ってみると、これ揺れてるよね、明らかに。なんかなんかで揺れてんだよ。怖っ。だって俺らが別に高速移動してたわけじゃないしな。してないしな。なんなの。もう一回聞いてみよう、うん、ちょっとね、俺違和感が、マジ、うん、ボケて大好きだからな。そう、今本当にご飯食べてて、うどん食べてるから毎日。なんだろう、これゆうやがご飯食べずにうどん食ってるからだわ。俺のせい。そう、これご飯食わずにうどん食ってるなんてありえるかーいっつって笑った悪魔が。悪魔やれるかーいっつって、そうそう、悪魔のツッコミ、悪魔の笑みができちゃ出ちゃったここで。え、今日なんかシリアス展開だったんじゃないの。これ会話が関係あるわ。言うように笑ってるこれ。なるほどな。はい、ということでね、今回初のまあホラーというか、まあちょっと怖かった事象を確認してみたんですけど、まあ結果ご飯を食べずにうどんを食べ続けると、いや、ちげえだろ、笑います、ちげえだろ。本当になぜか分かんなかったんですけど、香川県民の皆さん気をつけてください。本当に何で起こったのか分かんないですけど、ちょっとね、初めて動画でこういうの映ったりするの本当初めて、ね、そうだね、ちょっとびっくりしました。でもまあ何でも顔が映ってほしかったけどね。いや、やめろ、欲しがるの、本当に。はい、本日も動画最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ぜひチャンネル登録、高評価お願いします。明日、ありがとうございました。うどん食うぐらいで、悪魔笑うんだったら香川県民大笑いしてるから。